はい、文鳥のいつちゃんのレントゲン検査所見ですね。これが普通の子です。で、体があって、ここが心臓で、ここが肝臓。こういうところが肺機能にあたります。そうすると、いっちゃんは心臓がめちゃ大きくて、肝臓もすごい大きい。ちょっとここがくびれてるんですけどね。全然くびれがなくてものすごく大きい。あと、肺機能に当たるところは黒く抜けてほしいわけなんですけど、白くなってると。横向きで見ると、ここが機能、肺機能の部分ですけど、まあ、一応横向きだとちょっと黒いところは見えるけど、そこの黒いところの範囲が2つ並べるとこんな感じかな。こちらのいつちゃんの方が小さいですね。機能の部分がちょっと離れるとはっきりしないけど、通常がこれぐらい、いっちゃんがこれぐらい。真正面で見ると本当にここら辺しか黒いところ、肺機能の部分がないですね。これが普通の子です。それとあと全体的に心臓と肺、心臓肝臓が大きくて、まあ、肺炎といいますか、呼吸器の機能が落ちて呼吸器のところが白っぽくなっているというところですね。はい、以上です。